ゆで満月のポンコチャンネル、ブヒーシュ。さあ、1分間トークのコーナーでございましてね、はい、こちらの袋の中に、お題が入っております。これを引いて私が1分で答えます。はい、体内時計を鍛えるというか、私の体内時計を見ていただきたいと思います。まずはじゃあね、この中に入っていますお題を使え、まず、はい、いきますよ。都市伝説。さあ、それではですね、この都市伝説、この都市伝説に関して私が、1分間で、はい、答えてみたいと思います。はい、いきますよ。はい、こちらでございます。いきますよ、よーい、スタート。じゃあ、あれ違う、うん、OK。 さあ、都市伝説ね、はい、いろいろ流行りましたよね。まあ、今でも流行ってるところもあると思うんですけれどもね。まあ、僕らの頃の、都市伝説と言いますと、やっぱり一番多かったのが、1999年に、地球が滅ぼされるというか、ね、ノストラダムスの大予言とかってありましたけど、私は怖いじゃあ都市伝説を一つだけ、言いたいと思います。昔ですね、まあ、奈良県のですね、まあ、街中にですね、とある、百貨店を建てようとして土地を買ったんですね。その百貨店の土地からですね、なんか遺跡が出てまいりました。まあ、奈良やからね、どこ掘っても大体なんか出てくるんですけれども、まあ、それがですね、長屋王という人の、家の跡やったんですよね。ほんでこの人はですね、実はまあ、藤原氏の陰謀によって、まあ、殺されるわけない、一族全部殺されるんですけども、その何年か後にですね、その、まあ、陰謀に加担した藤原四兄弟全員が、天然痘で死ぬわけでございますよね。はい、じゃあこれは怨霊かと言われてた、まあ、そういう方の家が見つ、の跡が見つかったんですけれども、まあ、その百貨店はですね、まあ、その奈良のもう市街地のもう一等地でございますね。そこにボーンと建てちゃったんですね。普通やったら保存とかするんですけども、そんなもんせんとボーンと建てたんですよね。何年か後に倒産したんです。ねえ、まあ、もちろんこの倒産の理由はいろいろあるんですけども、もしかしたらこれは長屋の怨霊のせいではないかなんて言われてるわけでございます。というわけでございまして、1分間パン、はい、今までで一番あかん、1分34秒わしの体内時計はどないなっとんねん。というわけでございまして、ヨデヤ満月のボボコちゃんでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ登録してください。よろしくお願いいたします。ブヒッシュ。